ビーです。お願いします。今度めいっ子に昔話を読み聞かせてあげようと思うねんけど、うん、合ってるかどうか不安やからちょっと聞いてくれ。あー全然いいよ。じゃあ間違ってるとこあったら言うわ。ありがとう、うん、じゃあ桃太郎。はいはいはい。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました、うん、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。するとどんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。その大きな桃を家に持ち帰り切ってみると、なんと中から元気な男の子が出てきました。その男の子は桃太郎と名付けられました。やがて強い男の子に育った桃太郎は、ある日鬼退治をしに鬼ヶ島へ向かいました。いけそうやな。おばあさんにもらったきびだんごを犬、猿、キジにあげて仲間にした桃太郎はついに鬼ヶ島へやってきました。ここまでは自信あんねん。あ、なるほどな。こっからが不安なんやな。うん。そこでみんなで力を合わせて見事鬼を退治した桃太郎は宝物を取り返し、おじいさん、おばあさんと幸せに暮らしました。おお。いけてた。いけてたよ。ただいけてどうするねん。何も間違ってない。ちゃんとした桃太郎の話を聞かされただけのこの時間。え、でも俺最初に今からお前が言う言い分が間違ってないのは分かっているけども、桃太郎の話か今から言う言い分かどっちかは間違えんかい。ほんで話してる途中、ここまでは自信あるねんって言ってたよな。そこまでの話は省け。俺に読み聞かせをすな。で、きびだんごあげ、犬、猿、キジを仲間にした桃太郎はついに鬼ヶ島にやってきました。ここまでは自信あんねんな。あとは鬼退治をするだけ。どこで自信なくしてんねん。ただ、なるほどな、こっからが不安なんやなって言ってしまった時の自分こそが今となっては不安なんだな。じゃあもう桃太郎はいけるわ。いけますよ。どこ不安がっててん。いや、次シンデレラ。いや、それもどうせ間違えへんからええって。昔々、あるところにシンデレラという大男がいました。そう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 。でもちょっといきなりすぎるけどな。どうもありがとうございました。